雷が落ちたのか。知るか。雷雲の匂いはしないと思うけど、刺激臭が強くなっててわからない。おい健次郎、そんなことはどうでもいいだろ。ボケっとすんじゃねえ。まだ鬼は残ってんだ。あ、分かってる。行こう。あと俺は炭治郎だ。炭五郎。風向きが変わったからかなり鼻が効くようになってきた。これで鬼を見つけやすくなる。体は大丈夫か、伊之助。これ式の傷なんともねえよ。少しも痛くないね。そうか、伊之助はすごいな。当然だ、俺は強えからだ。次は誰だ。あの小さいやつか。誰でもいいからかかってこい。ちまちまと一人ずつ倒すのはめんどくせえ。おい鬼、俺はここだぞ。さっさとかかってきやがれ。ちくしょう、誰も襲ってきやがれ。伊之助、こんな状況でも元気だな。俺の家族に近づくな。伊之助、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。なんだ、顔が変だぞ。変な顔してやる。雲だ。雲の顔をしている。俺の家族に。正気を保っていないのか。俺の家族に。なんて感情な野郎だ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。お前に言われなくてもそうするつもりだ。そうか、頼りにしている。次から親子に戻せ。よっ。
大きな隙を見せるまで攻撃を続けるんだ。俺に指図すんじゃねえ。おっちゃおっしゃ頑張れ。大技がぶちかませるぜ。あいつどこ行った？てめえ何してやがる。そうか、俺に恐れをなして震えてんのか。脱皮した。でかくなりすぎだろ。やべえぞ、これは。敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。ダメだ、食ってねえ。俺は死ぬ、殺される。死ぬな。俺が戻るまで死ぬな。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれ、ゴミクソが。ズタボロにしてやる。
この一力は首もらった俺か俺の家族に近づくな水の呼吸、死の型、一応人たちの威力が違う。天地ほど差がある。すげえすげえすげえ。なんだこいつ、ワクワクが止まらねえぞ。おい、俺と戦え、ハンハンパオリ。あの十二鬼月にお前は勝った。その前に俺が勝つ、そういう計算だ。そうすれば一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。なに、今のは十二気づきでも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。十二気づきとか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。おい、なんだこれ、縛られてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、早えんだよ歩くの。待てこら。